はい、こんにちは、たけぽんです。今回は、ザリガニの書き方っていうテーマでね、お話をしていきたいと思います。ザリガニは、足とか触覚とかがたくさんあって、ややこしそうに見えるんですが、一つずつ丁寧に書いていけば、結構誰でも書けるんですね。なので、一緒に書いていきましょう。それでは、早速行きましょう。まずは、当たりから書いていきます。で、この当たりっていうのは、どれくらいの大きさで、紙のどこに絵を描こう、ということを最初に見当をつける作業のことですね。まずは頭から胸の部分、ここの大きさをこんな感じの丸で描きます。そうしたら胴体と尻尾をこんな感じで描いていきますね。で、ここまででエビの天ぷらみたいな形が出てくればバッチリです。そうしたら大きい手のハサミを描きます。まずは大きさの当たりをつけているところなんで、こんな感じの丸で描いておけば十分です。で、奥側に見える右手も描きましょう。腕の長さは体の大きさと同じくらいありますね。ちょっと極端かなーって思うくらい立派に描いておいてあげましょう。そうしたら足も描いていきます。まずは手前に見えている左半身に生えている4本の足。これをこんな感じで描きましょう。イメージとしては太ももが体から真横に出て、で、膝から下が地面に垂直に伸びてるっていう感じですね。そうしたら、右半身から生えている奥側に見える4本の足も描いていきます。この絵では、体の影に隠れた足は省略して、しっかり見えている2本だけ当たりを取ってますね。そうしたら、ここに顎足っていう2本の小さい足を描きます。で、ザリガニが餌を食べるときって、一見この大きなハサミを使って、ワンピースのルフィみたいにダイナミックに食べるっていう感じがするじゃないですか。でも、実はこの小さい足を上手に使って、ゴマ粒みたいに小さな餌を上手に掴んで食べるんですよね。もうザリガニのこの食事シーンを見たら可愛いって感じになります。そんな大切な足なんで丁寧に描き込んでおいてあげてください。そしたら顔の部分に目と触覚を描いて、これで当たりは完成ですね。で、ここまで描けたら一度紙から顔を離してみて、全体のバランスが取れているかどうかっていうのを確認をしてみましょう。で、 OK であればこの当たりを参考にして下書きを描き込んでいきます。まずは一番手前に見えている左のハサミから描いていきましょう。こんな感じですね。ハサミの先端がこっちに迫ってくるような迫力が描けたら最高です。そしたら頭から胸、胴体、尻尾、こういった順番に形を出していきましょう。ザリガニは基本的に胴体をねじるっていう動作がないんで、体を描くことにさえ集中すれば他の動物よりはるかに描きやすいはずです。なので手足のことは一旦忘れて、体をしっかりと描くことに集中してみてください。そしたら、右のハサミを描いていきましょう。硬い殻に包まれた腕なんですけれども、関節の部分だけは柔らかいんですね。関節部分のしなやかさ、それと、それ以外の部分の硬い殻の質感、これをイメージしながら描いていきます。そしたら、細い歩行用の8本足ですね。これも手を抜かずに、こんな感じで、関節がどこにあるかっていうのをイメージしながら描いてみてください。そうしたら食事用の顎足を描いて、触覚を描いたら下書きは完成です。ここまで描けたらペン入れですね。ペン入れはできれば手を大きく動かすつもりで、力強い線で描くことを意識してペン入れをしてみてください。で、ペン入れができたら少し細い線で殻の表面にある特徴的な点々模様を描き入れます。この点々模様は正確に全部描いてもいいんですけれども、スケッチなんで、あ、こういう模様なんだなって見た人に伝わる程度に、この程度で済ませておいても OK です。で、最後に足元の砂利を軽く描いておきましょう。というわけで完成ですね。どうでしょう？描いていく順番さえ理解して描けば、そんなに難しくはないはずです。ぜひ一度チャレンジをしてみてください。この動画が良ければ、ぜひ高評価のボタンを押してくれると、次の動画も頑張って作ろうってやる気が出てきますんで、よろしくお願いします。またチャンネル登録がまだの方は、この機にチャンネル登録の方もよろしくお願いします。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね。